えー、こんにちは。62話ですね。早くもマトリックス。あの、なんかこの前ね、話題に出そうと思ったんですけども、あの、なんかお金の問題解決の話を私たちしてるじゃないですか。んでも、シンプルに考えて、私たちは、私とかね、吉谷さんって、お金の問題解決以外は、あんまり得意じゃないような気がするんですよ。でも、お金の問題解決さえできれば、なんか全てね、うまくいく。ちょっと不思議な感覚があるんですよね。うん。 まあはばかりながらお金に関してはうーんいろんなね困難を乗り越えさせてきたと思うんですよお互いにでも他の相談って基本的に受けないじゃないですかうん、だからお金を稼ぐよりは難しいことって結構あるんですよねけどお金を稼げるようになるとなぜか知んないけどもお金以外の問題って解決するんですよね、うん、何なんですかねこれはねであの お金のためにやってるわけじゃないよっていう言葉もあるんですけどもまあでもお金すら稼げない人が何ができるのかなっていう考えもあるしいろいろと複雑なものがありますけども、うん、なんかとりあえずは、ね、お,お金は稼ぐの結構いろんな悩みの中で簡単なんじゃないかなと思ってるんですけどどうですかね、えー、例えばね大学受験をするとするじゃないですか。 お金を稼ぐ方が私簡単な気がするんですよ。だってお金って稼げるじゃないですか。でも、大学受験って不合格になったら入れないですよね。時の運とかね、ライバルもいますしね。難しいなと思ったりするんですよ。で、恋愛もなんか似たような感じがして、まあ、好きな人ができても、あの、なんかこう、付き合えるかどうかって分かんないじゃないですか。でもお金って商品売れば儲かりますよね。 お金稼ぐことが簡単だぞと思っちゃうんですよダイエットどんなにお金を稼ぐのが上手な人でもダイエットにはうんんさざんから失敗してきたんですよねということはお金は稼げないけどもダイエットがうまくいく人ってお金稼ぎよりも難しいことがうまくいくんだなぁと思っちゃうんですよまあいろいろと考えることで,できますけども何に比べて難しいのか何だったら自分は解決できるのか相対関係なのかなと思うんですよ まあですので私はこう思うんですよ。お金を稼ぐのが苦手な人は、じゃあ他の得意な分野を商品化して売ることによって、最終的にお金を稼げばいいのかなと。まあいつも言ってることと変わんないですけどね。じゃあお金稼ぎもうまくいかない。それ以外の特技もいまいち、えーまあ、人の心に刺さらない。としたら今度は反対にダメな自分を売るってことができますよね。 27歳ぐらいで借金が3000万あって頭もハゲみたいな人が動画作ってますけどもえらいウケてますよね <laughs> だから自分のダメさが売れるというねうんなんか年収90万で貯金がいっぱいできましたみたいな人もいますけども年収90万ってことは大抵の人よりはちょっとね化石としてはランクダウンなわけですよでもその人の書いた本が売れてベストセラーになる結果的に儲かるみたいなねどこに行っても突破口がありますねこれはね うん、すごい時代だと思います、えー、すごい時代いってらっしゃい